はい、皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、ベガス始まりました。お願いします。お願いします。行ってみたいスタジアム。あ、スタジアム。J クラブの。J3 までいいの？あ、いいっすよ。僕はね、旬なやつ。ああ。広島。あ、やっぱね。スタジアム特集みたいなテレビ番組が結構やってたんですよ。あ、そうなの？うん。俺が見てただけかな。あ、J リーグコーナーですとなんかやってて、なんか柏のスタジアムもいいなって思ったんですよ、レイソルのね。だけどあれよりもめっちゃ近いっすよ。ほんとコーナーキックとか、多分あと5歩ぐらい助走をもっとつけたら、触れるぐらいで、ネットもなんかあるように見えなかったんですよね。どういうこと？そんなことってある？ボール飛んできてらやばくないみたいな。あ、ネットってあれか、ゴールネットか、その人。突き抜けてくれて、翼みたいに。そうそうそう。なんか、ありますか？僕はね、広島あやっぱりと長崎とかね、うん、あやっぱなんか新しいところさ覗きたくなるよね、うん、覗きたいっす ね言うてあの老舗のスタジアムも別に数限られたとこしか行ったことないですけど長崎いいなと思ったのは終わった後観光もあ含みみたいなとこない？そうっすね、結構ね込みですよね。そうそう、だって広島もやっぱ裏に観光が秘めてるもんね。あ、そう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 。 J3 までいいのって、 J3 出てこない。出てこないなんで出てこないのね。ベガルタステーションジュビロサポと思われます。おうおうおう。まあでも文通みたいになんかずっとやり取りしてますけど定期的にね。あ、そうそうそう。ジャーメイン選手、はいはいはい、ね、テベスカさせてあの出向したじゃないですか。はい、テベスカさせたのかあっちになったのか際どいとこではありますが、はい、代わりに松原選手あたりをね、そうね、っていう話をしてたじゃないですか。はい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 。そしたら松原選手の代わりに中山選手で勘弁してくださいって。待って、中山選手って水戸やんってね。中山選手って誰ですか？あ、武将じゃなくて。あ、そう、武将かなって思った。それどういうことですか？ゴンさんですか？中山ゴンさん。あ、なんかいろいろ解釈できて。どう中山選手って選手いるのかなと思ってね、ジュビローも調べたんですけど、はいはいはい、いないんですよ、中山選手って。これどういうこと？武将様じゃないの？あ、そういうことか。武将様一回いたから。そう、通ってるから。ああ、そういうこと、うん、すっきりした。でも、水戸やんってね。あ、確かに。主に、うん。育てたの水戸ですよ。あ、そうそうそう。どっちかったら、苦しめてたじゃん。そこで苦しんだからこそかもしれませんけど。あ、なるほどね。アンデルレヒト、ベルギー修行中の後藤選手。あ、そうそうそう、期限付きだから多分帰ってくるでしょう。彼でいいんじゃない？後藤選手。そう、後藤選手すごい、なんだろう、まあ、僕らのせいですけどね、いわくついてますね。僕らっていうか、そのベガステのせいというか、ちょっと油注いでベガレタのせいなんですけど、本当にそういうのがあるから、来たくないでしょうね。あ、確かに。いやいや、来たくないと思う。またでも馬鹿にされますから、そういう後藤選手がもし来てくれて活躍して、はい、ベガサポが騒いだら、はい、あいつらなんだよみたいな、またなんかね、ちょっと確かに、もう仲良くしよう、ジュビロさん。本当にもう仲良くしよう。ベガルタステーション3連戦目ですか、次ね。はい。というわけで徳島ですけども、うん、癖強チームを乗り越えての。そうですね。去年の徳島はね、はい、どんな印象でしょう？8番柿谷選手。そう、柿谷選手が本職じゃないとこやって支えてみたいな、なんかあのね、去年の千葉みたいなイメージの、うんうんうん、ちょっとちぐはぐ版。ちぐはぐ版ね。まさにちぐはぐな1年だったっぽいっすよね、やっぱね。ベニアとラバイン監督の1年目だったんですよね、はい、うちと同じで昇格候補みたいに言われたけど、なんか置いてけぼりにされた仲間ですよね、うん、僕らとしてね。そうです、そうです。言われて気づいたけど、うちらもそうだったんだね。え、そうなんですよ。なんかちぐはぐ版とか言ってバカにしてたけど、なんか監督の戦術にハマって、うん、あれれれみたいな、はいはい、うちと一緒じゃんみたいな感じの。なるほど、はい、徳島もそんな1年だったみたいです ね。スペイン人監督のもと結構期待されてたと思うんだよな、なんか去年調べた時、うん、フォーメーションもなんか4バックやったり3バックやったり、はい、なんかうちもやってたなみたいな、はい、伊藤さんの時にいろいろやって、はい、で結局シーズン通してラバイン監督の時は確か15位か16位以上に結局慣れてないんですよね。ああ、そうか。昇格どころか残留争いじゃないかいってなって、うん、フロントが動いて指揮官が変わって、はい、吉田達磨監督が監督になってみたいな、うん、去年でも長木亮太選手が、ああ、はい、
湘南か、うん、名古屋にレンタルされてたけど、まあ、湘南からレンタルで来てとか、はい、あと森海斗選手が13ゴール取ったりとか、うん、なんかそこら辺が活躍してくれて、まあ、吉田達磨監督の、ね、その戦術もあり15位みたいな、うん、迎える24シーズンですけれども、うん、はい、今年徳島は20周年イヤーなんですね、うん、エンブレムを一新しましたね。おシンプルで結構かっこいいと思うけどな、うん、っていう記念すべき年なんですけども、はい、まあ、去年に引き続き途中就任した吉田達磨監督の2年目ということで、はい、まあ、メンバーがいつも徳島30人後半ぐらい結構多いですね。そうなんだね。らしいです。でも今年は29人っていう人を減らしまして、はいはい、まあ、スリム化したんですけども、うん、まあ、そこにはなんかその競争ですよね。競争、はい、人を減らして競争力を高めるっていうのと、うん、その吉田達磨監督は戦術家ですから、はい、その戦術をこう一人一人により行き渡るようにして、でなんかみんながこの森山さんも言ってましたけども、その仙台にいるメンバーに入れなかった人も一緒に戦ってるっていう思いを持ってみたいな、うん、そういうなんか一人一人がゲームにというかチームの一員なんだっていうのを思わせるためにっていうのもあるらしい。おお、意味を持たせてるんだ一人一人にこうチームにいる。徳島は去年の課題的にはポゼッションをして自分たちのペースでボール回してって、うん、ボール保持しながらチャンスを作るみたいなスタイルなんですけども、うんうん、ポゼッション率ボール保持率は高いんだけどそれをうまくチャンスにできなかったっていうね、うん、ところが課題だったみたいで、今年はスピードっていうねことをテーマに掲げてキャンプに臨んだらしい。アタッキングサードにどう早く入っていくかみたいな。はいはいはい。でも早く入っていくことによってシュート数も増えるしクロス数も増えるしチャンスも、うんうん、自動的に増えていくんじゃないかみたいな、うんうん、狙いがあるらしいです。なるほどですね。はい。でこのスピード、うん、ポゼッションしながらスピードアップを目指していくという今シーズンなんですけども、はい、そこに大事なのはボランチだっていうね。森海斗選手、うん、去年爆発した選手がいなくなっちゃって、そのポストプレーどしっとしますみたいな選手がいないらしいんですよね。ああ確かに。そうだからこうファーマー選手みたいにこうボーンってロングボールとりあえず当てて、はい、収めて、うん、収めてなんか全体的にこうビルドアップしていくって押し上げていくみたいなスタイルを取りづらいと、うんうんうん、っていうことはじゃ地道に下からつないでってちょっとずつちょっとずつやっていくには、これやっぱ真ん中の中継役のボランチがどうしても大事だっていう、うんうん、さあそんなボランチ 1.5 列目とかどんな人がいるのかっていう気になるところなんですけども、はい、うんうん、まあ、まずねいなくなっちゃった人、まあ、さっきも言いましたけどもフォワードの森海斗選手ね、うんうん、去年13ゴール決めてて、でこれすごいんだよ。ボランチの白井英二選手っていう選手がいたんですけども、うん、この選手が2年連続でリーグ戦全試合出場っていう。おお、意外にもうちょっと称賛されろよって、ね、本当に、いや、うん、地味すぎるだろうっていうなんか徳島ではもしかしたらねレジェンドとかすごい方かもしれないですけど、うん、うん、徳島の順位もあったからかもしれないけど、はい、そのボランチ今年大事なボランチの一角が柏へ行ってしまいました。うわー、引き抜きだ。引き抜きだ。というわけであらボランチどうなったのっていうところなんですけど、はーはー、で新加入は今年7人、その中でも注目なのが元ベガルタの島川俊夫選手が来て、はい、うん、あとはフォワード、これ結構注目なんじゃないかな、はい、J3 から来たんですけどね、はあ、ブラウンノア健選手、24シーズン獲得すべき J3 のフォワード特集みたいなの、うんうん、J3 で去年13ゴール取ってて背高いんですよね。189あって背高くて飛び出しとかが上手いらしい。でしかもレフティー。おお、そうなんだ。結構期待できるフォワードを取ったんですよね。若い。あ、若いっすよ。確か。あ、そうなんだ。うん。で、やっぱボランチ長木選手がレンタルだったんですけど、お、完全になったんですよ。完全移籍になったんですよね。なるほど。これ大きくないですか。でかい。長木選手、元日本代表ですしね。うん。鹿島を支え、はい、湘南に行きっていう感じの選手が契約をしたんですね。っていう新メンバー。です。なるほど。そんな徳島の今年の戦術はやっぱ中盤をねどうするかっていう感じなんですけど、はいはいはい、アンカーとかボランチっていうところで、うんうんうん、2ボランチにするかアンカーにするかっていうところをなんかいろいろこう試行錯誤してたっぽいんですけど、はい、まあ、結局は2ボランチの 4-2-3-1 っていう形を取るのが
開幕から5試合やって、うん、そのシステム使うのが有力なのかなっていうね、うん、はいはいはい、ちょっと驚きましたけども、徳島開幕3連敗だったじゃないですか。あ、ね、そうだね、スタートずっこけてるずーっといかれてまさか甲府が相手とはいえ、うん、ホームだったし、うん、なかなかね、ド派手にずっこけましたよね。そうだよね、そっからなかなか流れ変えれず3連敗っていう風になってて、うん、はい、でもメンバーいいはずなのになみたいな、うん、メンバーいいの実際。え、でもどうなんですか、長木選手いて、柿谷選手、まあ、柿谷選手スターメンで出ることちょっと少ないとこありますけど。あ、そうなんだ。遠藤康志選手的な。あー、なるほど。あと10番の杉本選手っていう選手も結構面白い選手だし、西谷選手とか。西谷選手ね、西谷選手のイメージしかないんだよな。強いっすよね、攻撃のパターンがって印象がありますけどね。西谷選手に速さ求めるのちょっとかわいそうじゃない。球触りたい人でしょ早めにこう西谷選手に預けて、なんかね、こうもっと高い位置で触れればいいんでしょうね、きっと。うん、仕掛けられるところで、はいはいはい、キーパーも良くないですから、スアレス選手。ああ、よ、いいね、いいね。余談ですけど、佐藤久人選手と元 J リーガーだった何人かで対談みたいなのがあって、 J1 と J2 の違いとは何かみたいな語ってたんですけど、牧野選手が言ってたんじゃない、フォワードとゴールキーパーに差がある。うわー、受け目ないなー。あ、そうそう、そうだよ、そうだよね。そうなんですよ。あー、やっぱり。うわ、すぐ、どこまで見てるんだって。ちょっと一瞬こう、マウント取れるかなと思ったんですけどね。知ってたか。そう、そうなんですよね。はい。キーパーとフォワード、点取れるフォワード、エースストライカーがいるかで、やっぱ違うらしいんですよね。確かになと思うよね。結局なんか、戦術の、どうのこうの、あるけど、うんうん、結局そこなんかっていう、うんうん、なんか一周回ってそこなんだって、なんかサッカーってシンプルだけど深くていや一見つまんなって思うけどおもろっていう、なんかこのあれね、いろんなパンあるけど最終的に食パンに行くって感じね、うん、そうそうそうだから結構いい選手いないですか、キーパー多くて、まあ、フォワードか、うん、点取るフォワードなのかな。そうっすよね、開幕から3連敗して、で、まあ、第4節にして初勝利みたいな、うん、感じだったんですけども、僕なりになぜこの、うん、開幕3連敗したのか、これが原因なのではっていうところを見つけましてね。おー、ちょっと、はい、まずコンパクトじゃないんですよね、陣形が。結構ディフェンスからフォワードまでの距離が結構あって、はい、だからなんかスペースがあるから相手に自由にボール回されたり、うん、なんか受け方が上手いフォワードとか降りるのが上手い選手がいると、うん、そこ使われて崩されていくみたいな、うん、で守備が後手になっているみたいな印象がありましたね。ベガルタは今年球際すごい行くじゃないですか、寄せも早いし、うん、戦うっていうのが、はい、徳島の球際の弱さというか、あんま厳しくいかないのがね、うん、結構目立った気がしたんですよね、僕なりにね。はいはいはい、それ本当にボランチに力入れてんのか。いいとこに気づいてくれました。長木選手出てると思ってたんですよ、僕ずっと。出てないの？1節2節出てたんですよね。はあ。でもそれ以降出てなくて、あとね、西谷選手もいない。え、嘘。プレスのきっかけというか、はいはい、そうだね、とこもいなくて、でね、その徳島のサポーターの方もね、長木怪我なのかみたいな、何にも情報がないぞみたいな、はいはいはい、ほんで西谷はどこ行ったみたいなベンチにすら入ってないじゃないかみたいな、はいはい、2人ともね、スタメンにもベンチもいなくて、ここ結構ポイントじゃないですか、うん、って思うんですけど、うん、いなくて、はい、で代わりにその島川選手と、うん、ヒョンリオ選手っていう、でもこのヒョンリョ選手がね、結構若いけど頑張ってて、長木選手守備のイメージ、はい、結構あるじゃないですか、うん、でもそこがいないの大きいんじゃないのかなってシンプルに思うんですけど、うん、ファンもがっかりだよね。ね、せっかく完全移籍してきたのに、ね、徳島ですけども、はい、注目選手ね。お、気になるね。気になる選手がいたんですわ、これが。お、左サイドバック。お、サイドバックの、そう、サイドバックの橋本健人選手っていうね、レフティーなんですよ。うん、でこれがまたね、いいキック持ってるんですよね。お、松原2世か。ああ、そこまでいく。あれだ、あ、ね、ファイトの感じが違う。あ、ちょっとそうっすね、ファイトの感じじゃないです。確実にそのディフェンスの要、こいつボール買ってくれるだろう、奪ってくれるだろう要素では使ってないなみたいな。ああ、なるほどね。でも徳島のそのポゼッションビルドアップには最適な人なんだろうなみたいな。へえ、偽サイドバックってやつですか。うん、どんどん上がって、しかもボランチの位置とか中にも入ってってビルドアップに加わっていくみたいな感じなんですけど、
僕なかなかね、ちょっとこの選手に似てるなっていうのはね、恐れ多いというか、あんま言いたくないですけどね。中田秀に次ぐぐらい、はい、こんな人はいないって思ってるから言いたくなかったんですけども、はい、この橋本選手、はい、中村俊輔選手に似てます。マジで？あの若かりし頃の方、なんて言うんだろう、あのね、高卒の VTR とか、マリノスの、あのブカブカ長袖マリノス着てる時の俊輔選手みたいな時のイメージが強いんですよ。俊輔選手細いじゃないですか、やっぱあの入りたての頃との序盤、うんうん、で橋本選手も身長大きくなくて、はい、体格そんないいわけじゃないですよ。でボールのタッチの仕方とかなんかね、はいはい、うわーって悔しいけど、はいはい、レフティーだし蹴り方も俊輔選手っぽいって思ったんですよ。なんか松原選手はね、同じレフティーだけどパワーもあるし、俊輔選手って結構コンパクトな振りでいろんなボール出したりとかするじゃないですか、うんはい、松原選手はこう大きい振りなんか振り子の要素でバーンって蹴るイメージ、うん、鋭いクロス、はい、それとは違うんですよね、俊輔選手って、うん、それ持ってるからね、ちょっと悔しかったんだよな見つけてしまったと思ったはいはいはい、こんないい選手いたら多分去年とかもなんか見つけてるだろうと思ったんですけど、うん、横浜 FC に去年レンタルしてたんですよね。リーグ戦7試合ぐらいしか出てなくて、はい、で保有元は山口だったんですよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、で山口から今年完全移籍できて、え、ちょっとあれじゃない、俊さんと被ってない？お、被ってるっす。ちょっとだけ高知で被ってるわ、ね、あ、そっかそっか、 DNA 継いだんじゃない、そこで。そういうことか、なるほど、ありますね、その可能性ね。 あるよね。しかもサイドバックに置くの、もったいないとも思いきや、はい、いいなとも思うんですよね。そっから結構徳島のビルドアップ始まってたり、リズムがあるから、あ、そうなんだ、ね、はい、いやでもね、確かに前で使いたいなっていうのもあるんですけど、うん、サイドバックとしてもそのなんかオーバーラップとか、うん、あの結構動きもいい感じ。高田選手みたいに、うん、アップダウン激しいタイプではないかもしれないですね。あ、この木を狙って今だっていうところで、まあ、自分がビルドアップに参加して徐々にポジションを上げていくみたいな、うん、これ面白そう。これ結構ね、いい、うん、いい注目見っけたなってちょっとよっしゃって思いました。あ、なるほど。来シーズンの、はい、もしかしたらベガルタの25年に向けてのマスターリーグ候補に入ってくる可能性があります。あ、なるほどね。結構僕好みな感じの選手なんでね、うんうんうん、皆さんぜひ注目していただきたい。これ、おーおー、ちなみにどうやって封じるかみたいな。徳島はビルドアップを下からどんどん繋いでくるチームですから、今年のベガルタの良さであるこの前からのプレスっていうところ、うん、ガンガン行ってもらって、まず簡単にビルドアップさせないっていうのがポイントで、はいはい、その水戸戦見てたんですけど、水戸も、まあ、前からガンガン行くんで、そうなるとやっぱキーパーを使わざるを得ないですよね。徳島はキーパー下げたらもう蹴らざるを得ないから蹴る、はい、でセカンドボールを拾ってで、はい、水戸がショートカウンター仕掛けるみたいなのがあったんで、はい、そこは習ってやっていくべきなのかなっていう、ね、うん、感じがしております。で、ね、徳島さっきも言ったけど、その球際がそんなに強くない印象があったし、うん、それもトランジション、その切り替えもそんな早くないんですよね。だからもうガンガン行って、もう初めの一歩を早くしてったら、うん、自然と徳島は後手後手になってって、はいはいはい、いい感じでチャンス作れて、この橋本選手の良さも消せると思います。なるほど。ベガルタの注目選手はこれといってどこっていうよりも、みんなでこうセカンドボールを狙っていこうっていうところがポイントになるのかなっていうね、気がしております。ホームですしね。なんかホームで徳島倒したってなんかちょっと嬉しくないですか。徳島ってなんかここ最近多分勝ててないんじゃない、うん、調子悪い相手なのに勝てないみたいなね。そう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 、確かに。というわけでね、はい、熊本戦に続きホームなのでね、うんうんうん、しっかりと徳島を叩いて、はい、上位進出狙っていきましょう。はい、はい、というわけで今日のベガスは以上でございました。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。シュンさんといえば今年ヴェルディ見てます？フルで見た試合あんまないかもしれないですけど、ああ、まあなんかそんなに成績は良くないですけどね。うんうん、そうっすね。なんか宮原選手とかもそんなにあんま出てなくないですか。怪我したんかな、なんかあんま出てないんですよ。あんな活躍してるのって感じですけどね。でね、中原選手、ああ、あの大活躍してたね去年。あ、そうそう、あれいなくなって今ね
山田風紀選手っていうのが入ってるんですけど、それね、あ、知ってます？それはね、知ってますよ。あれやばいよね、フリーキックね。あ、そう、Jリーガーで久しぶりに来たと思って。うんうんうん、しかも簡単じゃないやつよね、結構ね。うんうんうん、マリノス戦か、マリノス戦か、1本目多分、うん、えぐかったね、あれ。はいはいはい、スピードといい、コースといい、はい、いや、あれすごかったですね、はい、まさに俊介選手みたいな。そう、で、2発目もね、この間決めて。うん、見た見た。うわ、左利きだし、うわ、俊さんと思って。うんうんうん、ありそうっすよね、今後もね。ね、徳島のサイドバックの橋本選手も、あれぐらいいけんのかな。セットプレーは蹴ってなかったっすね、直接フリーキックは。キックの質の感じ、どういけそう。本当に俊さんの高卒デビューフリーキックみたいな感じですよね。あ、この何年か経て、球種を使い分けられるようになるわけじゃなく、はいはいはい、このスピードそんなないけど、コースと曲がり具合とか、うん、そういうので決めるみたいな、はいはいはい、全然ありそうな感じするんですけどね。見たいよな、そういうのな。ベガルタはね、モックンいるからいいのか。あ、ベガルタモックンしか印象にないよ。左も欲しいっすよね、でもね。ウッチーもなんか蹴れるような雰囲気出してるけどね。出してるけど、あんま蹴ってんの見たことないっすね。見たことないよね。石尾選手とかいけないのかな。あー、どうなんだろう。あれ、相良龍之介って左？右。菅原の龍之介は左。松下選手か、左は。まあ、そう、確かに。そうなるとそうですよね。僕の、ま、ヨシキがね。僕のヨシキ。